メトロノースは日本の競争馬。カチクラに2008年の北海道2歳優秀。馬名の由来はアメリカの鉄道名から、キャロットファームのクラブ場であり、募集価格は5万400口の2000万円。当初は2008年6月半身でのデビュー予定であったが、ゲート試験を4度不合格となったほか、左前足の負傷を移動年8月の小倉までデビューはずれ込む。その後は、 ダートの競争に切り替え9月半身にて初勝利を記録した後、北海道2歳優秀を制止重賞タイトルを獲得。さらに全日本2歳優秀に出走も10馬身以上、離された4着に終わった。明け3歳となり、3ヶ月の放牧休養を経て、戦列復帰となるがなかなか勝ち倉を上げることができなかったが、12月のマイアステイクスを解消した。その後、 長期休養を挟んで2010年10月17日の京都オータムプレミアムで復帰。先段追走も直線で伸びきれず5着に終わる。10月31日の東京ゴールデンプレミアムでは2着、11月21日の京都スマイルプレミアムでは4着、12月12日の阪神ウィンタープレミアムでは2番手追走から、直線で一旦先頭に立つもワールドワイドに交わされて2着と、 なった。5歳となり、2011年1月5日の初日の出ステークスでは5着に終わった。その後、長期休養を挟んで2012年2月19日の河原町ステークスで復帰。中段追走も直線で伸びきれず9着に終わる。3月3日の中京競馬場グランドオープン記念では、先段追走も失速し10着。月日のステクスでは、 見せ場なく8着に終わった。5月20日の深草ステークスでは中段から直線しぶとく伸びて4着。6月2日の爆臭ステークスは2番手追走も直線で1杯になり9着に終わった。桶狭間ステークスでは中段追走も直線で伸びきれず8着に終わる。その後も着外が続き、2013年4月の標準ステークスを最後に、 地方競馬に移籍した。移籍初戦の近郊湾特別で4着の後、新設重賞の九戦部山賞へ出走。4コーナーで先頭に立つとそのまま押し切り優勝。2008年の北海道2歳優勝以来、約4年8ヶ月ぶりに重賞を制した。さらに黒上山特別、重賞の吉野狩記念も正止3連勝を決めると、続く、交流重賞のサマーチャンピオンでも4着と、 構想した。しかし、以後年内は参戦したものの勝ち星を挙げられなかった。その後、浦和の小沢工事9車に移籍するが、勝ち星を挙げることなく、2015年には、高知の別府新事9社に移籍する。高知では18戦して9勝を挙げ、2016年9月10日のレースを最後に現役を引退した。ありがとうございます。